国際法を守るように働きかけていると総理は答弁しましたどの国際法なんですか岸田内閣総理大臣あの国際法国際人道法をはじめとする今回の時代に関わる国際法を遵守すべきだということをイスラエルを含め関係全ての関係国に要請し続けております福島みずほさん市民を虐殺することは国際法違反ですね 岸田内閣総理大臣理由もなく、向こうの市民を虐殺すること、国際法違反であります福島瑞穂さん。イスラエル軍のやってることは国際法違反じゃないですか田岸田内閣総理大臣 <laughs>、えー。そのイスラエル軍の行為についての法的評価については、先ほど申し上げました、 あこの実態を把握する立場にないことから、法的判断は難しいと申し上げているところであります福島みずほさん。報道され明らかじゃないですか、なんでそこで二枚チタ使うんですか、平和的生存権が全世界の国民にあるという憲法を持つ日本で何てで動けないんですか、なんでジェノサイド止められないんですか、国際法違反だとなんで言えないんですか。